はい、こんにちは、サロンです。今日はですね、なんと浅草に来ているんですけど、じゃーん、雷門なんですけど、私のお洋服を見てくださいじゃーん、お着物を着ています。今日はゆるゆるな、ゆるゆるというか、あのお出かけの日の Vlog ということで、すっごい浅草に来てみたかったんですよ。いや、行ったことはあったんですけど、ちゃんと浅草巡りをしたことがないなと思ったので、早速行きたいと思います。まずは浅草寺。今日晴れてよかった。入っていきたいと思います。あー、すごい、見て、いろんなお店がいっぱいあるよ。すごいいい香りがするの。なんだろう、お饅頭屋さんかな。はぁ、美味しそうだ。人形焼きだってなんですけど、実はですね、この着物も自分で選んで、ちょっと洋風なデザインにしました。結構デザインはシンプルめで、でもちょっと洋風なレースをここに入って、ここにレースが入ってたり、これ実は冬用の帯なんですよ。帯？冬仕様にしてるんですよね。後で詳しくお見せしたいと思います。たくさんレースが入ってるの。でもすごいいろいろなものがある。おせんべいもあるし、いちご飴とかあんず飴とか、あと傘屋さんがあるよ、傘。はい、ということで今からお着物の紹介をしていきたいと思います。まずね、この色はちょっとクリーム色というかな、ちょっと紫がかったあの色になるんです。色になるグレーっぽい色なんですけど、紫グレーみたいな感じで、ここにね、ポイントポイントでパープルの柄が入ってます、お花が。そして今ね、ここの帯締めとかもいろいろ選んだんですけど、まあ、パープル系で統一して、ここにレースを入れました。ここでガーリーなんですけど、あとね、ここにも、これはちょっとあのお店の方にすごい特殊だねって言われたんですけど、だいたいピンクとかパープル系って一緒にこう使うんですって。でも今回私がパープルとグレーとこれをカーキにしたんですよ。で、ちょっと大人っぽくしたいですって言ってカーキを選んだら、すごい意外だねって言われて、ちょっとね、あの出来上がるまで心配だったんですけど、着てみたらすごく可愛かった。着てみたらすごく可愛かったんですね。で、一緒にバッグも持ってますね。バッグはグリーンにしました。ミントグリーンで、ヘアアレンジもしていただいたんですけど、こうやってね、ちょっとお花がねついてるので、ちょっとエルサみたいな髪の毛しました。はい、こんな感じかな。そう、あとね、お袖がついてたんですよ、ここレースの。結構今風じゃない、洋服が。洋服っぽい感じかな、お着物なので。そうで、こんな感じになりました。はい、次はね、早速煙を浴びていきたいと思います。行ってきます。はい、行きます。で、ここの中に入れなきゃ。ここで浴びて、頭もやって、全部やって、全部。ありがとうございます。あの足まで全部お願いしたくて。あと最近あのリモート授業で腰がやられてるので、腰もやっときたいんですよ、一応ね。スンスン。はい、オッケー、よろしくお願いします。はい、ということで続いておみくじを引きたいと思います。ちょっとね、今100円をお財布から出したので。うん、はい、
出た995番。こんな感じ。お戻しして、戻して95番。あ、ここだ。なんだろう、吉。吉ってなんか一番微妙じゃないですか。志を立てて一心に努力すれば次第にいい方向へ向かうでしょう。現在はまだ福運が訪れなくても必ず後になって整ってくるでしょう。なるほど。夜が明けて鳥が鳴き始めるのを待つように時を待ちましょう。長いってこと？時が来て風が船を進む方向に送るように徐々に幸せの方向へと向かうでしょう。願望は叶えられるでしょう。病気は後になって治るでしょう。忘れ物は遅くなって出てくるでしょう。だって待ち人遅くに現れるでしょう。旅行はいいでしょう。結婚付き合いいいでしょう。ま、来年に期待ということで。はい。これくくりつけてきます今すぐに。はい、ということで念願のクレープ屋さんに来ました。抹茶クレープだよ。ちょっとどれにしようかな。これとこれと、これ何ですか。祇園宇治ザクザクのチョコクランチと、きなことみたらし団子とパリパリのピラミス。待って、どうしよう。ティラミスクレープにお抹茶をかけました。やっぱ八坂にしようかな一回。お姉さんに聞こう。すいません、一番人気って誰ですか。あ、やっぱそうですよね。じゃあ八坂で。はいはい、お願いします。あ、すごい、ありがとうございます。ちょっと待って、おいしそう、すごい。ティラミスだ。あ、パウダー。あー、すごい、たくさん、すごい、もう埋まるくらい。はい、ありがとうございます。はい、もうもりもり、ありがとうございます。すごい。はい、ということで念願の抹茶クレープです。見て、ティラミスなのでね。 We love 抹茶って書いてあるんですよ、ここに。本当にその通りで、さっきね、一番最後にお姉さんがすっごいお粉をかけてくれたから、もうまふまふなんですけど、食べていきたいと思います。でもね、むせるって言われたの最初だから、どうだろう。いただきます。美味しいけど笑えない。もうね、歯が緑。めちゃくちゃ美味しいです。笑えないけどね。どうなってる。すんごい抹茶、大張りすぎたな。で、ここも緑、カーキだし、これも緑だし、めちゃくちゃいいですね。なんか中にスポンジも入ってます。でも周りの生地も抹茶だし、上に乗ってるのも抹茶だし、すっごい濃いのがわかる。すんごい濃いです。で、あ、逆だったスプーン。
ごい。抹茶のスポンジも入ってます。抹茶スポンジも入ってるし、普通のスポンジも入ってるし、もう本当に抹茶尽くしですね。ほら、すごい。これ美味しい。もうね、いいや、口についてることはみんな気にしないで。私も気にしないから。うん、おいしい。抹茶が濃いです、すっごい。まあ、おいしいな、幸せ。これ本当に念願だったの。はい、ということでね、今クレープを堪能しているんですけれども、今日の浅草ぶらり旅はですね、もうなんかすっごい素敵なところにたくさん行って、あの初のこの大好きだった念願のクレープも食べれて、こんな可愛いお着物も着れて、すっごい楽しい一人デートでした。また行きたいなって思いましたね。どう？一緒に行こう。はい、ということで続いては私はもうこれを堪能したいと思うので、今日はこの辺で失礼したいと思います。じゃあねー、またねー。